こんばんは、ナシュメダです。今回はですね、パズドラにやってきた新しいメモリアルガチャ、ランク250メモリアルガチャを引いてみたいと思います。以前ですね、150メモリアルガチャが実装されて、その時はですね、セレスが出ました。で、今回は250のメモリアルガチャということで、150のより、ラインナップがかなり豪華な感じになってますね。比較的新しめの、シリーズと、闇カーリーとか、そういうフェスゲームも入っております。全部でですね、47種類の中からランダムで1体出るという形になっております。で、個人的なプレイスタイルとしましてですね、レアガチャを引かないプレイスタイルで戦ってきましたので、最初に取ったですね、プレゼントで取った大凶小凶、そして150のメモリアルガチャのセレス、これしか実はレアガチャ源を持っておりません。いわゆるですね、コラボガチャは引くんですけれども、レアガチャを引いていないので、そういう今状態になっております。ですので今回は、その2体のうちの、対象が入っている大凶小凶、これ以外が出ればまあいいかなと思っております。まあもちろんですね、闇カーリーとか、あとユリアパに入るサリア、ここら辺ですかね。はい、では参りましょうか。大凶小凶以外を狙ってのランク250メモリアルガチャです。はい、めったに私は見ていない普通のガチャドラですね。さあ、来い。闇カーリー、サリア、大凶小凶以外で。嘘でしょ。本当かよこれ。いやー、これはそんなことあるんですか。47分の1、まあもちろん星6は出にくいと考えれば単純に47分の1ではないのかもしれないんですけれども、そうなんですか、まあ、フェスゲームも出にくいのかな、まあ、それにしても他のシリーズを加味しても30分の1ぐらいしか多分ないと思うんで、いやー参ったな。まあユリアパには入るかもしれないですけど、同キャラ禁止ダンジョンとかも無理ですしね。いやー参ったな。フラグ立てちゃったんでしょうか。というわけでですね、今回のガチャでは、まあ、3体目のレアガチャ源が手に入らなかったという結果に終わってしまいました。とてつもない残念感が私を今包んでおります。なんかあれですね、北斗の拳コラボガチャからパズドラのガチャ運が全く今ないですね。ちょっと今ですね、モンスターボックスのこの、入手順なんですけれども、こんな感じなんですよ。2番目がね、この通り大凶なわけです。まあ、ちょうどですね、三国の神シリーズが来た時にパズドラを始めたので、その時にですね、まあ、たまたま出たという感じなんですけども、またまたそれがですね、ランク250で出るという、まあ、なんとも愛された結果と言えるのではないでしょうか。まああれですよね、大凶と小凶両方作れということなのかもしれないですけども、まあ、ユリアパ的には大凶2人の方がいいのかもしれないですね。ただあれですね、大凶と小凶の2人にすれば、まあ、同キャラ禁止ダンジョンでも大丈夫ってことなんでしょうかね。まあ、そういう使い方なら、まあ、孫悟空の代わりにはなるかもしれないですね。まあ、究極覚醒進化が実装されちゃったら、まあ、それはそれでまた同じモンスターになっちゃいそうですけれども、まあ、いずれにしましてもですね、今回は非常になんとも、まあ、へこむ結果ということでした。まあ次に来るであろうランク350メモリアルガチャに期待してですね、今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。